ローレンス・バークレー国立研究所は、アメリカ合衆国カリフォルニア州にある、アメリカ合衆国エネルギー省の研究所。単に、バークレー研究所、バークレーラボとも。LBL は、物理、科学、生命科学、コンピュータサイエンス、エネルギー工学、ナノテクノロジー、環境工学などの広い分野にわたって、研究を行っている。運営は、 米国エネルギー省が直接行っているのではなく、カリフォルニア大学システムが代行している。また、カリフォルニア大学バークレー校の所有地内に設置されているが、同校の付属研究所ではなく独立した組織である。研究所では、スタッフ研究者を含め4000人以上の人が雇用されており、カリフォルニア大学バークレー校からも多くの大学院生、大学生を受け入れて、 研究を遂行している。1931年にアーネスト・オーランド・ローレンスがバークレー校のキャンパスの中に作った放射線研究所が前身である。1940年に現在の場所に移動。第二次世界大戦中及びその後1950年まではマンハッタイ計画などの国家機密に関する研究にも関わったが、現在そのような研究は行っていない。 1950年以降、同じく、ローレンスの名を冠した、ローレンス・リバモア国立研究所に、保安上の理由から、国家機密に関わる研究は移されている。その後、マンハッタイ計画の理論研究部が置かれていた、ロス・アラモス国立研究所へ移った。ローレンス・リバモア国立研究所及び、ロス・アラモス国立研究所では、ゾーン管理が行われているため、 機密レベルの高い研究者や公務員、軍人でないと一部の施設の視察や見学はできない。それ以降、加速器利用研究をはじめとして、電子顕微鏡の産業応用などの研究センターを設置し、現在はカリフォルニア大学バークレー校の大学院課程としても知られている。佐賀根良吉は1935年、東京帝国大学を卒業後、 この研究所で3年間サイクロトロンの研究をした。1940年9月理科学研究所の矢崎、ため市、渡辺多祖生、飯森武雄がサイクロトロンを視察するため訪れた。しかし、日米関係が微妙な時期だったので、ローレンス所長には会えなかった。また、サイクロトロンの青焼きをもらうことになっていたが、後に、この約束も取り消しになった。マイケル・ウィズレル。 ポール・アリビサトス、スティーブン・チュー、チャールズ・シャンク、デイビッド・シャーリー、アンドリュー・セスラー、エドウィン・マク・ミラン、アーネスト・ローレンス物理学賞、科学賞を11人の科学者が受賞している。ジェール・ハイルブローン、ロバート・ W ・サイドル、ブルース・アール、ウィーティン、ディフィレクティング・フィジックス・フォー、ローレンス・ヒズ・ラボラトリー・ LBL、ニュース・マガジーン、ポール1981、 昭和史の天皇4、読売新聞社、1968年、296ページ。新馬慶造、山崎文夫、杉本麻尾、田島映像、60インチサイクロトロン建設報告、科学研究所報告第27週、第3号、P1561951 年日、野川静江、サイクロトロンから原爆へ、伊佐文道、2009年、 45ページ。中根良平、歴史秘話サイクロトロント、原爆研究、理研ニュースナンバー298エープリル。ありがとうございます。